何これ。あ、なんか気になってるゲームだよ。ヤネスケ、このゲーム欲しいの？いや、欲しいっていうかその遠慮するなよ、俺に任せて。じゃあね。いけはっ、ヤネちゃん、キータくんがニュースに出てるわよ。ニュースの時間です。小学生の梅井キータくんが窃盗罪で逮捕されました。調べによりますと、キータ容疑者はスイッチのソフト星のカービィディスカバリーにうんちをつけ、うんちがついたから僕のものだと叫んでいた模様です。変身しなきゃ。ヤネちゃん、もうキータくんと遊んじゃダメよ。でも、携帯は没収します。イジサブメンバーとはどんな関係なんですか？あー、ガイカさん、アイロンって入れてて面白い。甘井さんは、はい、早稲田大学の後輩です。そうですね、早稲田大学の1年後輩で7歳年下です。急浪してるんで苦労しました。急浪だけに。うたゆうとが僕の中学の同級生。はい、やらせていただいてます。うたゆうとです。よろしくお願いします。今年25になりました。おー、え、そっか。ありがとうございます。ちなみに昨日びっくりした。めでたく争うということで仲間ですね。マルイルイが同い年で、あ、私芸人を、吉本で芸人をやってます。すごい。すごい。はい、結構テレビ出てたよね。あ、でも5月の頭にも。あ、マジっすか。はい、そうです。すごい、すごい。はい、モノマネで出ました。広瀬すずのモノマネ。はい、ちょっと全然似てねえよ。関係的には YouTuber 同士でコラボしたみたいな感じが始まります。じゃあポンジュリ、ポンジュリは玉井さんのこの関係説明した方がいいんじゃない？玉井さんと地元が一緒で塾が一緒だったんですよ。玉井さんと八郎の時と私の現役の時の塾が一緒 で一緒に早稲田を受けに行きました。で、両方落ちたんですよ。ポンジュリ、ちなみに職業は女優をやってます。ポンジュに関しては浜井さんがだからつなげてくれたっていう感じです。ポンジュリ集とかできるから最近。ありがとうございます。誰なの？結構人気だよ。いや、結構圧倒的美女でしょ。キーコがさ、相当やっぱさ、うざからだからさ、ポンジュリのなんか優しいお母さんみたいな。すごい、ね、人気なんだよ。なんでゲームなんかすんのか。欲しくなっちゃって、つい少ないお小遣いを貯めて買った子もいるのに。君と来たらもう次はないからな。ごめんなさい。じゃあこれ、俺が貼るか。なんでお前貼るか。貼んない。もう俺と関わらないで。なんで俺はヤネスケのためにやったのに。許さない、絶対許さない。イジみんなの身長教えてください。178cm、 171cm、 175cm、 175cm、 160cm、 158cm。 何歳ですか？今年何歳になりますか？あ、そうね、25、 25、 24、 25、 25、 32。 玉井さんは臭いですか？どうですか？臭いです。結構あのニンニク臭いで有名。撮影の時にさ、浜井さん怒鳴ったりするとさ、結構ニンニクラーメンがっつり入れるのが好きだから。そうそうそう、ちょっと一昔前まではニンニクの匂いが毎回すごい。それはやばいよ。だから俺らがずっとそう、そのこと言ったらようやく気に始めた。この後仕事あるんでニンニクやめときます。おい、ヤネスケ、これお前見てんねやろ。お前これこの前のテストカンニングさせてやったよな。お前天才小学生やないんか。あとな、お前ガム持ち込み禁止の遠足で俺がガムあげたん忘れたんか。お前これお前な、手のひら返しも大概にしとけよ。こっちは困っとんねん。これごめんなさい。マナル隊の話ありますか？はい、これもあります。正直ね、証拠もこちらたくさん持ってます。浜井先生の暴露ありますか？あいつね、ほんましょうもない人間です。この前僕らの遠足代徴収した後、全部自分のパチンコ代に溶かしました。公務員のくせして、ほんまあかんと思うね。多分ね、すぐ警察も動いた方がいいと思います。なんでその話してんだー。
ごい影響力だ。屋根助お前見てんねやろお前。今日夜7時、屋根助についてとんでもない暴露あります。この暴露したら屋根助はもうこの世に存在できなくなるぐらいとんでもない暴露です。お前首洗って待っとけよお前。こらやばい、なんとか居場所を特定して止めないと。はい、これで今日の生配信終わります。みんなほんま大きに死なはもろとも。普段まだよろしゅう。これでええんや。俺はもう失うものも何もない。今日は俺の誕生日、そして新たな自分に生まれ変わる日や。一番苦労した動画は何ですか？僕は受験ですね。あ、それは休養ですから。休養だけに。聞いてねえ。やかましいわ。お前って言われへん。後輩なんで。あ、そっか。先輩なんで。後輩じゃないですよ、お前。お前、マジで。お前さんに俺ひたすら飯たかられたんだから。そうなんだ。先輩だから。先輩だからです。マカラジオの撮影なんかいつも寒い記憶あるんだけど。いつも寒い。これからかな、でも。冬とかも全身タイツとか、半袖半ズボンでやってるから、基本的に寒い。寒い、大変ですよね、外ロケって。寒くする人もいるし。うん。前だよ。前だよ。このグループを結成した理由を教えてください。僕こういうねさ、ほんま残念やわ。謝罪しに来た思うたら裏でぐちぐち言いやがって。お前全部回ってきてんだよ俺に。いい加減にせよお前こら。約束通り屋根助の特大暴露したいと思います。屋根助は裏で女の子のリコーダーペチャ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 舐めてました。お前被害者面しやがって。お前ほんまこら。お前やってること浜井先生と一緒ちゃうんかお前このボケ。ほんとなんてことすんのよ。なんでこうなるんだよ。ジジイここからサプライズで、何をその中の2人に、バンカラジオコメディのチャンネルになって本当に伸びたんですよ。今皆さん出演費とか支払えるようになったんですけど、もうそういうのできない時期からもうずっとね、バンカラジオ何でも使ってくださいっつって支えてくれた浜井さんにバンカラアカデミー賞ということで、うわー、バンカラアカデミー賞トロフィーを作ってきました。すごい、マジで。バンカラデミー賞最多出演賞九郎浜井、あなたこの1年でバンカラジオに最も多く出演し、バンカラジオを使いました。どうぞ。おお、呼んでいただく方もね、ありがたいというか、声をかけていただけるのがね、こんな大きくなったチャンネル。本当にね、釜井さんに週3週4ぐらいで会ってた時期があって、明日来てくださいって言ったら絶対来る。何があっても予定こじ上げてきてくれるんで、俺は本当にありがとうございます。あとね、もう一方コンジュリさん。バンカラレミー賞最優秀女優賞、うわぁ、コンジュリさん。あなたは圧倒的な演技力、そしてキャラクター性を存分に生かし、バンカラ賞を使いました。どうぞ。ありがとうございます。本日マジ何の役でもさしてくれるじゃん。本日ちょっとね、演技力すごいんですよ。憑依型だからやっぱ圧倒されるし、僕らもねそれを見てレベルが上がったし、こんじりのおかげでいろんな動画生まれたんで、友達の家に住み着くとか、この前はこんじり主演のお母さんが狂ったっていうあんなとこめちゃめちゃ数字伸びてて、お世話になってるんで、ありがとうございます。嬉しい。感謝ございます。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ごめんなさい、トロフィーはないんですよ。本当にね、お二人にもかなり支えてもらってます。サルイレイもね、笑いを届けてくれるし、ユタユートもユタユートいるだけで現場がね、めちゃめちゃ明るくなるんです。現場の雰囲気すごい大事で、やっぱり結構時間キツキツの中でやってるから、毎回も監督とかもう切羽詰まってこれやんなきゃこれやんなきゃって言ってる時に、その演者のモチベーションをアップさせてくれる人がいると、なんか安心してそこを任せられるんで、すごい感謝してます。いつもあれが現場こうやって温めると、浜井さんがその後でギャグ言って冷ますんで。急だだけでも。じゃあ募集ということで。今日ね、直樹来れなかったんですけど、裏方の直樹にもね、裏方賞を与えたいということで。相撲で勝負だ。私に勝てると思ってるの、この汚らしいこぎつれが。望むところです。はっきょーい、残った。私は初めての子育てでわからないことだらけだけど頑張ってます。いつも悪いところばかり指摘されて、なんでそんなひどいことするんですか。あたしだって。ええあたしだって息子様がこんな可愛い奥さんに見られるんだったら嫌だよ。だから逃がしてたのよ。ごめんなさい、コーチリさん。私も勘違いしていました。
じい。ということで、直樹くんでーす。パンダでーす。バンカラデミー賞2022最優秀裏方賞、直樹さん。最優秀裏方賞です。ありがとうございます。ありがとうございます。裏方は俺しかいません。いつもお世話になってます。直樹さんでした。聞いた？今日のテストはどうだった？ごめんなさい。50点だった。あら、また50点だったのね。え？聞いた。親の目は簡単にごまかせないわよ。ずっと分かってたの？聞いたは聞いたのままでいいのよ。お母さん。洗濯物みたいなワイナーハッテなになに息子で一儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテ。